その計画停電について昭和町の釜無工業団地の企業24社がきょう生産活動に大きな影響が出ているとして東京電力に改善を要請しましたきょうは工業団地の工業会に加盟する企業の代表と角野美京町長らが東京電力山梨支店を訪れ要請を行いました要請によりますと企業間で調整して節電をすれば 電電力力ののの総量量制限は可能だとしていて、ていい工業団地内への常時一定量の電力供給を求めています。要請を受け東京電力山梨支店の小野勝支店長は地域の声を本店に届け要請に応えられるよう最大限努力していきたいと話しましたまた工業会は横内知事にも協力を求めました県内のニュースをお伝えしました